今回撮影の舞台となるのは学校。廃校を丸々1校貸し切り、さまざまな場所でアクションを行う。すごいすごい。そしてアクションシーンは下村監督が担当。さらに敵役としてプロのアクションマン、 TBS のドラマチーム、すごいすごい、部活の OB も参戦。ちなみに気になる撮影内容は、まあもう TBS さんが本当に社運をかけて考えてきてくれたものがあります。果たしてどんな VTR が出来上がるのか。まず最初のシーンはイエロー役のプーアル。プーアルといえば、プーアル、お茶の方、それともドラゴンボールの方、お茶の方優しい反面どこか弱気な2年生。アクションも心もとなかったが、またついてんじゃねえぞ。かっこいいシーンを撮れるのか。すげえすげえ。はい、本番。本番よーい。うわ、すごいすごい。はい、うわ。うわ。うわ、すごい。おお。すごいすごい。ここからどうしても気になるところだけ。ボス、日本一暑い夏の場所。面白い。これはすごい。ある。はい。型にとらわれない方がいいよ。ここ勢いだから、はい、あんまり型にとらわれて自分の体のポジションを綺麗にってより、一番今気をつけなきゃいけないのはカメラがここにあるとするじゃん。はい。ここにあったらここで動きたい。できるだけこのサイズにカメラがどこにいるかも意識して芝居するのがベースだ。カメラが練習初日から再三言い続けているカメラへの映り方。例えばこのシーン、敵を投げた後のプーアルの動きはほとんど映っていない。どう見えるか、カメラがどう映るかいいかってことだけに次に集中して。どうだ、また、はい、ありがとうございます。わー、ボスですから。しかし、本番よーい、はい。はい、カット。 OK。 今度はカメラを意識しすぎて動きが小さくなってしまった。頭では理解できていても実際にやるのは難しい。難しいな。はい、カット。なんか一生懸命の芝居をしちゃうんですよ。でもね、一生懸命なんですよ。いっぱいいっぱい人なんです。芝居じゃないのか。いっぱいいっぱいだと思うんですよ。はい、カット。はい、中継。どうだ。もう一回だけやっていいですか。もう一回だけ、もう一回だけ。学生のひたむきさにボスも答える。ごめん、もう一回だけ。今全然よくて、はい、肩で止まるとかじゃなくてもう勢い、はい、体を動かす、はい、止まらない、力を入れたいんだったら流れ、集中、はい、よし行こう。イエース。わー、すごい。すごいすごい。プーアル、ボスの熱い思いに応えられるのか。頑張れ。おっしゃれ。パニック。うわー、おやめよ。ここ、もう一回行けば、ここで当ててないのがバレちゃう。はい、これ以上の大事だよね。できるだけ抜けた、はい、抜け切ったら流して、はい、すごいな。はい、全然やっぱりレベルアップしてます。してるしてるしてる、全然してるんだけど、あとはまあ映像に合わせた
ちょっと俺が上達しているから良い作品にしてあげたい。人はなんか別人みたいな顔してる。初め会った時に。シラッサーで痩せたな。で、OK ラインをどっかで決めないと。そう、まだこれがワンシーン目。ここはここでいい。しかし、妥協したくないその思いはフーアルも同じ。フーアルは強い。フーアルは強い。フーアルは？フーアルは強い。よし、行こう。そして、ついに完成したシーンがこちら。お前、よーい。はい。おー、いいね、いいね。パンチも。カメラに収まった。ここは今間違いなく。日本一熱い現場となった。さらにこの後もボスの熱い指導のもと撮影は続く。すると、マジであれなんだ。監督大丈夫ですか、それ。監督大丈夫、それ大丈夫。あれリリックだよね。リリック死神じゃないよね。大丈夫。違う。大丈夫、本人乗れてる。大丈夫、本人が乗れてんだったらいいよ。大丈夫。乗り乗りです。乗り乗り。ちなみにリリックが挑戦するのは、大勢の敵を吹っ飛ばして決めポーズというド派手なシーン。ちょっとさ、リリックにさ、自分でポーズ考えさせる。自分も新入生歓迎会でそのなんかいろいろ艦長とかやってたりして面白そうだなって。君は掘っていくとなんか出てきそうな。出会った当初からリリックの秘めたる何かに期待していた岡田。あのさ、クルリンパっていうさシーンなんですよ。自分の思う通りに1、2、3つったらうわーってやってる。ここかかってるから絶対笑うなよ。リリック頼むよ。かっこいいのね。かっこいいやつ。大勢の敵を吹っ飛ばしてかっこよく決めポーズ。リリックはボスの期待に応えられるか。はい、行きます。こんばんは。よーい、はい。あー、漫才なんだこれ。おい、なんで手上げた今。最後オリジナル。まあでも楽しみだね。リリックのシーン楽しみになってきたよ。そして今回、なんと岡田も出演。さらにこんな役にも。お面があれば出れるで。アオリストが敵の群衆と対決する様子をドローンで撮影するという重要シーンを少しでも盛り上げたいと思った岡田は雑魚キャラの一人として緊急出演。この一人だけ白い靴を履いているのが岡田。敵役は大勢いるが、その演技力でシーンを盛り上げられるのか。白い靴がさ、味方を切ったら真剣にやってください。先生、向かうお願いします。先生さ、2日間にも及ぶその撮影も間もなく終わりを迎えようとしている。そして、せーの、
今回の企画の中で岡田には最も大切にしていることがあった。ありがとう。肩だけやっぱ、肩だけ、お前やっぱ触れてないな、頭。すごいな。はい。ちょっと形にとらわれすぎてるから、はい、全部これもエネルギーが消えてて、はい、綺麗にやろうとしすぎてるから、はい、感情が乗ること、はい。気持ちなんだよね。やっぱ気持ちが整ってないと、なんか本物っぽく見えないので。気持ちが大事。今、どうしてもみんなの中では、どこにも感情がないんだよね。どこで演者が、感情が役として乗るのか、これがまずすごい大事だから、避けた時に避けた、バコン弾いた、受けた、刺した、グー抜いた、トン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 刺した、誰もいないか確認する、抜いた、来た、パン蹴ったとかって言ったら、まだなんかこう勢いが出るじゃん。感情さえあればどんな盾でも違う風に見える。たとえどんなに技術が拙くても気持ちが入ってさえいれば人の心を打てる。でけ、最後最後。何度も NG を出したのはこっから始まってるとこれだけだ。技術的なことだけではない。このままこのまま落ちる、はい、いやーできるでしょ。気持ちを込めて欲しかったから。廃部の危機に直面していた部活動の気持ちの入った全力の作品、一体どんなものに仕上がったのか。